バッカク菌とは、バッカク菌かバッカク菌族に属する死亡菌の総称である。いくつかの稲荷植物及びヤやリり草荷植物の方に寄生する。特によく知られる種が、シーパーパーで、ライ麦を、はじめ小麦、大麦、塩漠など多くの穀物に寄生する。本種が作る菌核は、黒い角状なので、バッカクと呼ばれるようになった。 バ角クの中に含まれるバ角クアルカロイドに分類されるアルカロイドは様々な毒性を示し、バ角ク中毒と呼ばれる食中毒症状をヨーロッパなどで歴史上しばしば引き起こしてきた。バ角ク菌には約50種が知られ、世界的に分布するが特に熱帯、亜熱帯2種類が多い。現在では技術の進歩により製粉段階でバ角ク菌の除去が行われている。 稲科植物の花が、バッカク菌胞子に感染するとバッカクができる。菌は感染するとまず胚子を破壊し、白色の柔ら組織を作る。これが出す、蜜くが第一の病兆となる。蜜くには多量の分成子が含まれ、虫や風により他の花へも蔓延する。その後重組織は、殻の内部で固く乾燥して菌核に変化し、アルカロイドなどを蓄積する。熱帯。 アネ体酸のバッカク菌は2種類の分生子を作る。ダイブイックコは、三つしずく内で管を伸ばし、三つしずく表面に白い下状の二次分生子を作り、これが風で飛ぶ。シーパーパーなど、北半球温帯酸のバッカク菌では、このような過程はない。成熟した菌核が地上に落ちると、菌は休眠する。気温、水分など条件が整うと発芽し、 キノコ状の小実体になる。その頭の部分に糸状の優性胞子が形成され、宿主が開花するとともに放出される。熱帯産のバッカクは、褐色、灰色などで種子に似た形のものが多く、発見が難しいこともある。バッカク菌の感染により黒く変色した種子。バッカクは、エルゴリン骨格を有するバッカクアルガロイドを含み、これらは循環器系や、 神経系に対して様々な毒性を示す。神経系に対しては、手足が燃えるような感覚を与える。循環器系に対しては、血管収縮を引き起こし、手足の壊死に至ることもある。脳の血流が不足して、精神異常、痙攣意識不明、さらに死に至ることもある。さらに子宮収縮による流産なども起こる。また、微量の爆薬は、古くから、 ダタや出産後の止血にも用いられたが、現在はバッカクそのものは用いられず、バッカク成分のエルゴタミンが変頭痛の治療に用いられる。幻覚剤の LSD はアルベルト・ホフマンによって、バッカク成分の研究過程で発見された。ただし LSD はバッカクに含まれるものではなく、バッカク成分であるリゼルグ酸の誘導体として人工的に合成されたものである。 バッカク中毒者を描いた16世紀の絵画。バッカク菌の生活感は19世紀になって明らかにされたが、バッカクとバッカク中毒との関係はそれより数百年以前に知られていた。中世ヨーロッパではバッカク菌を汚染されたライ・麦パンによるバッカク中毒による騒ぎがしばしば起きている。聖アントニウス界の修道士が、 バッカク中毒の治療術に優れるとされたことから、ヨーロッパでは、バッカク中毒は、セイアントニウスの人も呼ばれてきた。これは、セイアントニウスに祈る土地癒できると信じられてきたからで、ある。古くは、治療法として、天地療養や旅が良いとされたのは、別の土地へ行くことで、バッカク菌に汚染された食物を口にせずに済むようになるからとされている。また、 ヨーロッパ・アメリカの歴史上の事件、出来事の中にも、後年の調査や推測の中で、原因や要因として、バッカク中毒との関係が唱えられているものがある。また、現在でも、大麦が、バッカク菌に汚染される事故は発生している。稲に寄生する、バッカク菌は知られておらず、日本では家畜を除きバッカク中毒の記録は、ほとんどない。 ただし1943年の食糧難時に、岩手県で笹の実を用いたパンを食べた妊婦が、数多く流産するという事件があり、これは、爆薬中毒が原因であろうと考えられている。G.C. エインズワース、小川新薬、キノコカビの研究誌、P196 京都大学学術出版会、2010年10月20日、発行。 ISBN 978から4から876989355、高田哲也、昭和18年林生、民有林、日本近代林生年表1867から 29P472 日本林業調査会2011年全国書誌、番号、2201万8608。ありがとうございます。